こちらの今お配りしているチラシですね、私が手作りデザイン夜中泣きながら作ったものなんですけども、まず党の方針としてですね、一発目には球場を廃止すべき、これを持ってまいりました。ですのでこちらで一生懸命これを配っていくとですね、通りすがりのですね球場があるから日本は攻められないなんてことを信じている方に殴られるんじゃないかと、その下にですね、外国人生活保護廃止と書いてありまして、やっぱり通りすがりの外国人の方に殴られるんじゃないかと、佐川さんがと思ってですね作っているわけですけれども、今回ロシア軍がですねウクライナに攻め入って、球場があれば攻められないなんて長いこと言ってた共産党さんがそれやめましたよね。ロシアに球場があれば攻めなかったなんて言い出しておりますけれども、じゃあどうやってロシアに球場を採用させるんだという疑問には共産党さんは全く答えておりません。なんか今まで球場バリアとか言って球場があればよその国に攻められない、日本を攻める国なんかあるわけがないなんてことを一生懸命長年共産党さんは言っていたんですが、今回それをやめまして球場があるから攻められなくはないというふうに方針転換したみたいであります。それでもってずるいのはですね、球場があれば日本はどこも侵略できないというふうに方針転換したのを、まるで長年そう言ってきたみたいな顔をしてですね、こちらのツッコミには一切答えない、それが共産党さんであります。共産党さんが言う通りロシアがあるわけないですけれども、九州を採用していたとしてもですね、どうですか、ロシアは条約を2つ破ってウクライナに攻め込んでるわけですから、自分とこの憲法なんか守るわけないですよね。今必死で球場を信じてきた人、そういう人らがアクロバットな理論を用いて謎の理論でもって球場を擁護しておりますけれども、球場なんかは日本を縛るためだけのものでありまして、日本に攻めてこようっていう外国には何の効力も発揮いたしません。球場があるせいでですね、自衛隊さんはあれやっちゃダメこれやっちゃダメこれもダメあれもダメ、制約が非常に多くてですね、実力を出し切れない現実があります。非核三原則なんていうのもありますけれども、岸田総理に非核三原則で日本は守れるんでしょうか。記者が聞いたところですね、守れると信じているなんてお答えがあったみたいなんですけれども、一応総理大臣が自衛隊の最高司令官であります。そんな方がですね、何の根拠も示さずに信じているとか思うとか、私たちの命を預かっている人はそんなことでは非常に心もとない、心配だ、思った方も多いかと思います。
比較三原則なんていうのもですね持ち込ませないって、日本がいくら頑張ったところで米軍にそれを強制できないんですから、全くの言葉遊びであります。もう日本には核兵器がいくつも存在していると思います。日本海に沈んでいるアメリカの原潜にもしこたま積んでありますし、今は小さな船にも核弾頭積めますし、ですんで持ち込ませないなんて頑張ってないでですね、そんな言葉遊びはやめてもらって、持ち込ませよう、いやいっそ持とう、そのぐらい言ってもらいたいものでありますけれども、まあまあことなかれで良きに計らえ、何でもかんでもおっとりしてる岸田総理には無理な話であります。憲法9条は平和憲法であるなんて、70年も共産党その他左翼政党が言い続けてそうだと思っている人も多いかと思いますけれども、これはよく読みますと日本人は抵抗せずに黙って殺されろというとんでもない悪法であります。今すぐやめるべきであります。自然権っていうのがありまして、国家がない場合でも文明がない場合でも誰しもが死にたくない、殴られたくない、奪われたくない、自然に持っている権利、これを人権の中の自然権と言いますけれども、憲法9条は日本人の自衛を規定し、この日本人の自然権、死にたくないという権利も蹂躙しているとんでもない党であります。明らかに共産党は日本人を敵視しております。日本人がやられるのが早いか、日本人が共産党をやるのが早いか、そのような場面だと思います。私肺がんになりまして、ちょっと生死の境をふらふらとさまよいまして、いずれ来る死というものを深く考えるに至りましたけれども、私も皆さんもいずれ必ず死にます。これは生き物である限り必ず死んじゃいますね。で、私とか皆さんが誰一人いなくなった時にでも、共産党や NHK が今と同じようにやりたい放題、言いたい放題やっていたら、子孫にあの時のおっさんたちは何をやっていたのかと、今でも共産党は元気いっぱいであると文句を言われるに違いありません。ですので、いい年したおっさんたちが一生懸命何かやらないといけないですよね。そういう考えで私は今一生懸命共産党の悪口を言っております。豊島区議会でもちょっとやり合いまして、共産党さんに懲罰動議にかけられまして、ひどい目あったのですけれども、100倍言い返しまして返り血することができました。結構そのストレスで肺がんになっちゃったのかな
死にかけましたけれども、まあまあ私は殴られようとも懲罰にかけられようともおかしなことばっかり言ってる共産党の悪口を言い続けます。やめることはありません。いつですね、がん再発して死んじゃうかもしれない体になったので私はもう無敵の人になっております。何も怖くなくなっております。まあ、うちの党ですね、元はテレビ改革党という名前でして NHK 問題を主にやっとったんですけれども、今度27日の日曜日に NHK はスクランブルにしろとそういうデモを予定しておりますので皆様よかったらご参加よろしくお願いします。私らが全員いなくなったその時に NHK がもしあって元気いっぱいやりたい放題嘘を放送し放題だったらやっぱり子孫に文句を言われます。あの時のおっさんたちは何をやっていたのかと、ただただ加齢臭をまき散らすだけだったのではないか、そんなことを言われますので NHK に対しても何かしないといけないですよね。チラシにも書いてありますけれども夜中集金人が来ても法的に責任を問われないとかですね、まあ、通報されないとということなんですけれども、そういう理不尽いっぱいあります。なんで契約が強要なのか、そういう理不尽 NHK に関してはいっぱいあります。それらすべての NHK に関する問題はですね、まあ、嘘放送するとか偏向報道するとか、日本のメーカーのスマホは一切宣伝しないのにサムスンやファーウェイのスマホは一生懸命長い時間かけて宣伝してあげるとかですね、そういう NHK が抱える問題、スクランブルにすればですね NHK は潰れて問題を全て解決いたします。スクランブルにするとですね売上が半分以下になるという試算がありました。別にですね受信料高くてもいいんですよ。今の10倍受信料を設定しても構わないんですよ。スクランブルにしてくれれば値段に見合わない番組には金は払えない、契約しない、それだけのことですから、そんな至極当たり前のことも卑怯にも逃げて、いつまでもいつまでもスクランブルをしない NHK であります。多分自信がないんだと思います。ネットフリックスやアマゾンプラス、 YouTube なんかと競争する努力、それをしたくないんだと思います。まあ、27日にスクランブルデモイコール、まあ、解体のことなんですけれども予定しておりますので皆様よろしくお願いいたします。やり上がりですので肺が痛くなってきてしまいました。ちょっとあれですね、ひとまずこれで終わります。やっと肺の痛みが収まっておりまして、ちょっと呼吸する筋肉が衰えたらしく演説してたら筋肉痛になってしまいました。今現在ですね日本の実質税負担率は 48.0% であります。これは財務省が発表した数字ですので間違いありません。実質税負担率とは所得税、実質税金、税金そのものですね、国保税、あと年金など、
実質税金として取られる、強制で取られるものを足して 48.0% ということなんですけれども、私もあの豊島区議会議員というのをやっておりますけれども、年金と国庫と所得税を驚くほど引かれております。びっくりするぐらい引かれております。10代だった頃の30年前はどうだったかというと 37% 程度でした。実質税負担率は、30年でですね、税負担率が 10% 上がっております。約 1.3 倍になっております。これではですね、当時20代だった私は結婚することができましたけれども、今の若い人、こんなに税金重くては、負担が重くては結婚する気になれませんよね。未来に希望が持てずに結婚する気になれません。 48% の税負担ですから、五公五民と、小田原を治めていた北条氏の方が税金が安いぐらいであります。このままでいくと、グラフを見ますと、じりじりじりと決して下がることがなく増税を続けていた我が国であります。財務省の力がそれだけ大きいんだと思いますけれども、その昔一徳天皇は高いところに登って煙が上がってないことを憂いてですね、神が食うものはないんだ、だからかまどの火が昇っていないんだ、よし3年間無税にしよう、こういうことをやりました。織田信長は三好衆との戦いで焼けた京都、よし焼けたから復興の間無税にしよう、こういうことをやりました。日本の財務省は東日本大震災がありまして、多くの方が亡くなった時に何て言ったか、よし復興のために金が必要だ、復興税を作ります、ますます重税にしたんですよね。これ逆じゃないでしょうか。災害や復興する必要がある時に増税するっておかしいんじゃないでしょうか。ガソリン税も同じであります。今ガソリン税に消費税 10% がかかるという二重課税、これ犯罪言われておりますけれども、財務省は改める気が全然ないみたいでありまして、今高すぎるガソリンに補助金を出して値段下げようなんていうことを小手先でやっておりますけれども、減税すれば公平なのではという声には聞こえないふりをしております。私が若い頃に 10% 低かった実質税負担率、それそのまま消費税なんですよね。私若い頃消費税なかったですもん。それが今は他の税率は変わらずに消費税 10% だけ取られておりまして、税負担率が 48% になっております。将来に希望を持てないぐらいの重税であります。すべての人に影響する、広く薄く課せられている消費税は経済に悪影響が大きいので、ぜひとも減税すべきであると思います。ありがとうございます。参院選出る予定ですけれども、消費税下げなさい、思いっきり言って回る予定であります。皆様も10万円もらいましたでしょうか。
コロナで、10万円の給付金が全員に配られましたけれども、どんな人でも年間100万円ぐらいは生活のために使っちゃいますよね。 10% の消費税を1年間免除する、これをやったならばどんな人でも10万円以上は助かったはずであります。ですけれども、補助金という形で金を出すけれども絶対に減税しないという財務省、これは 100% 納税したくて仕方ない財務省の思惑でこうなっておりますけれども、まあまあガソリン税と同じ構図であります。決して減税はしない、金が欲しいならくれてやる、まあ、くれてやるところに財務省の権力が発生するわけですから、この権限を手放すわけがありません。次の参院選の路上で消費税減税を強く強く訴える予定であります。後世、私がいなくなった時に、その時生きてる日本人に、あの時のおっさんたちは財務省にボロ負けしていたななんて言わないように、何かしないといけない、思っております。ありがとうございました。